新規生物活性物質の創生とその機能発現機構に関する研究は社会の持続的な発展に寄与する健康と医療分野で貢献することができます。広島大学光ドラッグデリバリー研究拠点では SDGs すべての人に健康と福祉をに寄与する研究を行っております。具体的には抗がん剤などの生物活性物質を光解離性保護器で保護し生体内の疾患部位に導入することができます。導入した不活性になった生理活性物質に光を作用することにより生物活性物質を再生し疾患部位での治療に役立てることができることになります。中でも本研究では細胞毒性がなく生体透過性が強い近赤外領域の二光子を使うという特徴を持ってこの生物活性物質の放出を光で制御することを試みております。このことにより新たな治療方法の開発につながるというふうに考えています。広島大学光ドラッグデリバリー研究拠点では世界で活躍する化学分野、物理学分野、生理学分野、薬学分野の研究者とともに企業で活躍する研究者も一堂に会した研究を行っております。このことにより持続的な社会に貢献する研究が真に生まれると信じております。反応有機化学研究グループでは持続可能な社会に化学がどのように貢献できるかということを考え化学の力で世界を良くすることを目標に研究を行っています。具体的には0を1にする全く新しい化学の創生と社会が直面している問題の解決につながる化学を研究しています。今回は、パイ単結合の創生研究と光照射によってカルシウムイオンなどの生物活性物質を時空間制御して放出する手法の開発研究について紹介させていただきます。化学結合は原子から分子、物質が出来上がる原理を紐解く基本概念です。私どもは新しい化学結合様式としてパイ単結合を想起しその新しい物質の創生研究に取り組んでいます。パイ単結合化学種は小さなホモルモギャップに由来する可視光応答性と酸化還元活性に優れまた改革性を持つことによる非線形光学材料としての利用が期待されます。このような新しいコンセプトの研究を通じて持続可能な社会に貢献する新規電子材料の創生研究を進めています。次にドラッグデリバリーの研究に関して紹介させていただきます。生物活性物質の機能とその発現機構に関する研究は生命現象の解明と新規治療薬の開発に貢献します。その研究手法の一つとしてケージングとアンケージングという手法が知られています。この方法では生物活性物質を光解離性保護器で保護し光照射によって生物活性物質を再生することができます。例えば神経伝達活性を持つグルタミン酸を保護し光でグルタミン酸を時空間制御して再生することができるようになります。我々は化学だけができる分子デザインと合成の力を生かして細胞毒性のない近赤外の二光子に関応する光解離性保護器の開発研究を行っております。我々は最近近赤外領域の二光子でカルシウムイオンを発生することができる分子を設計合成し培養脳神経の活性部位に関する研究を行いました。この研究は多くのメディアに取り上げていただき大きな反響を得ました。また抗がん作用を持つラジカル種を光照射で発生することができるケージドラジカルの設計と合成にも成功し光照射でラジカルが生じることを確認するとともに
抗がん作用を有していることを発見しました。この研究は広島大学病院との共同研究の成果です。このような研究を通じて、科学の力で世界を良くする研究に取り組んでいます。私はドラッグデリバリーにも使われているクマリンという分子の光反応の反応機構について研究させてもらっています。光を実際に当ててどういう変化を示すのかっていうことを研究しています。初めて世界で初めてのことなので、全部調べることっていうのは、だからその世界で初めて今自分がこの現象を見てるんだっていうことにワクワクしますね。光反応性物性を調べているんですけど、本当に条件をいろいろ試してて、測定自体は大変なんですけど、そのデータが集まってくるとそのより詳しいことが分かって、そのデータを集めるのもだんだん楽しくなってきたりとかして、はい、まあ、大変ですけど、そうですね、データ集めは結構楽しい。割合的には半分ぐらい留学生の方で、すごく国際的な雰囲気があって、海外で発表したりすることもあるので、その時には役に立つようなスキルを身につけることができると思います。私の研究室は、その研究室の名前がある通り創薬合成化学ということで、まあ、薬を作るということを目指しながら、その有機合成化学の、まあ、いろんな方法ですとか、それから知識であるとか手段であるとか、そういうのを組み合わせてその研究を進めていって、最終的には薬学ですとか、それから医療に貢献したいと思って活動している研究室であります。で、大きな軸としては3つありまして、1つは特徴ある生物活性を持つような天然物っていうのがあるんですけども、まあ、それを作っていこうという、そういう全合成研究が1つ、それから治療薬であったり診断薬であったり、そういうものの開発を目的としたリガンド合成を進めていくことで、その薬に近い化合物、創薬研究を進めていくという流れが一つ。それから、高い生物活性化合物を迅速に合成するような新たな反応の開発、反応開拓という、その3つの軸で研究を進めていっています。天然には例えば植物ですとか、それから微生物ですとか、我々に、もう見える生き物、そういうものというのは、ただその生息しているだけではなくて、いろんなその、生物活性を持つようなそういう化合物をもう自ら作り出すような、そういう、ことを可能にしています。で、我々もその、植物や微生物が、合成産出するようなそういう化合物にとても興味を持っています。特徴ある生物活性を示すということが知られていて、特に我々の研究室では、その化学的な構造の中で、繰り返し構造を持つことで、生物活性を示す、もしくはより強い活性を示すような、そういう化合物に注目して、その化合物を実際に作ってみようということで合成研究を行っています。で、本日はこの中でこのクルボについて少しお話ししたいと思います。で、このクルボンという化合物はこの三量体なんですけれども、その単量体に対応しますテトファリオン B というのも単位されています。で、それぞれについて生物活性が確かめられていて、テトファリオン B には生物活性がないんですけれども、このクルボンについては活性があるということが知られています。ですので、この三量体構造というのが、その生物活性を示すのに重要なんだろうなということがわかります。この、このクルボン三量体構造ですね、そのものの合成を目指して、まずは単量体でありますテトファリオン B の合成をやっていこうということで検討を始めました。で、実際にその反応は、達成することができまして、最終的に単量体でありますテトファリオン B の合成を達成しました。で、現在はその三量体でありますこのクルボンの合成に向けて検討を行っているところです。で、もう一つ興味がありますのは、どういうその骨格がその抗 HIV 活性に必要なのかという、そういう点であります。このクルボンという化合物が非常に構造的にも面白い構造をしていますし、実際に合成をしていくっていうことも、それは夢だと思うんですけれども、やはりその作るということは大変な労力を要します。で、実際にその活性があるものとして期待はされるんですけれども、
それをある程度の量を用意するというのは大変難しい。それから、まだ十分な活性を持ってもおりませんので、そこは創薬化学研究の力を借りながら化合物をデザインしていき、より簡単な構造のものでも、同じ活性もしくはより強い活性を持つような、まあ、そういう化合物を創出できたらなということを考えて、その本質に迫る、その活性物質の本質に迫る研究をしていきたいというふうに考えています。このクルボンの特色としてその三量体構造というのがあるんですけども、果たしてそれを例えば二量体ちょっと構造を減らしてみたらどう活性が変わるのか、それからこのクルボンの、まあ、三量体構造は維持したままそれぞれの単量体構造の骨格をもっと簡素化したものというのを作ってみて、まあ、実際にその活性を調べるということができたら、さらにこの化合物の、まあ、誘導体合成というふうに言いますけれども、幅広く研究が展開できるのではないかというふうに考えて、そちらの研究を進めていきたいと思っております。私たちの研究室ではストレスをキーワードに脳の働きが環境変化にどのように適応するかを分子レベルで調べています。ストレスには感染症から対人ストレスなど身近なものもありますが、脳の一部に起こる病的な変化などさまざまなものがあります。こういった変化をマウスやゼブラフィッシュなどの遺伝子改変の容易な動物でモデル化して、その背景にある神経機構を行動学や生理学を使って明らかにします。特に神経回路の広い範囲を一度に変化させるドーパミンやセロトニンなどの脳内物質に注目して、うつ病などの機構に迫りたいと考えています。ストレスに適応する脳の機能を多角的に理解するためには、さまざまな分野の技術を統合的に使う必要があります。具体的にはストレス応答の鍵となる細胞や分子を分子生物学によって操作して、その影響を神経科学や生理学、イメージングや動物の行動などを組み合わせて学際的にアプローチする、これが研究室の特徴です。また最近では製薬会社との共同研究を進めていて、新たな抗うつ薬の候補や標的分子を見出し社会に発信しているところです。また国際共同研究や留学生とのコラボレーションに力を入れており、毎週英語で脳科学について議論を重ねています。In Malawi, we have quite a number of epilepsy patients who use herbal medicine instead of the usual Western medicine. So, because of that, I decided to check whether some of the plants that they use have the anti-epileptic or anti-seizure activity. So, I brought them from Malawi to Japan.And I use zebrafish as a model. So I take mating pairs, two females and one male. And once they lay eggs, I raise the eggs until 7 days old. Then I put the baby fish in the herbal medicine overnight. And the next day I add somechemoconvulsant, so a chemical that induces seizures in the zebrafish. Then I check the behavior of the fish, and I also look at the expression of some genes that indicate neuronal activation. So using zebrafish, I have so far identified one plant that has potential anti-seizure activity, and I'm studying it further to isolate any active compounds that can be hopefully synthesized in the lab in the near future.